はい、去年のね、大きな富士山じゃなくてね、今年はこの拝殿のね、横にね、小さな、生垣、アジサイの生垣を作ってますね。で、まあ、拝殿前にね、いつもね、白山神社ね、並ぶなんてことはないんだけどね、やっぱりね、アジサイ祭りですからね、並んで、拝殿前ね、ということですね。はい、ね、欅の森ね、さすが小学校のね、なんか欅の森なんとか隊ってのができたのがね、去年かららしいですね。うん。ね。だからなんか女の子が多いね。アジサイ園ですね。アジサイ園のね、梅もね、梅ができてますね、梅の実ね。ほんでね、ここはね、狭いですからね、あんまり何人も来るとね、危ないですからね。うん、ヤオさんもね、足がヨレヨレだけど、まあ、一応ね、通ってみましょうね。うん。よいよいよいと。よっこらせと。ね。うん。アジサイ園のね、てっぺんからね、鼓笛隊の演奏がね、見えるかなと思って来たんだけどね、うん、どうかね、よいしょ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 、はあ、見えないね、建物のね、これはね、社務所だね、社務所の瓦屋根に邪魔されちゃってね、見えない。で、ね、ここのね、浅間神社のね、お社にね、お供を捧げられてましてね、はい、ね、富士塚ね、はい、富士塚。はあ、ね、やっぱり富士塚はね、頂上はね、風が吹いてね、涼しいですよね。これはちょっと花は終わってるけど、さつきだね。はい。よいしょ。で、こっちがね、アジサイ園の、ね、出口になってましてね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。はい。このね、出口の方がね、ラジオ体操の時に来ると分かるんですけどね、時々このアジサイ園をね、扉開けてね、掃除をしてくれてますね。はい、以上ですと。ね、ペンテルのね、お絵描き教室。ありましてね。うん、はい、皆さんがね、アジサイをね、撮影していますと。ということでね、うん、まあちょっとね、日差しもあって暑いけどね、日陰はね、涼しくてね、いいですね。うん、まあ、ね、
あの紫陽花のね、置いて、ね、あのこのあれだね、あのエコ袋みたいな袋にね、書いてるわけですね。これは水性これはペンテルの何これ、色が落ちないようになってるのかね、うんうん、はい、こんな感じでね、はい、ご苦労様です。はい、こんな感じでね、はい、日差しはあるけどね、日陰になっててね、木立ちがいっぱいあって涼しくていいですって、うん、まあこんなところでね、帰りますかね、うん、もうとにかくね、朝午前3時からね、ツバメの観察しちゃったね、もうこの時間になるとね、眠くなっちゃうんだよね、うん、はい、そういうことでね、はい、また、前の、ね、広場のとこ行ってみますね。以上。